はい、ナオズーです。今回紹介するのはエゴ忍者GOのバトルセット2セットです。部品の袋は3つずつで、パーツ数は69個と51個、そして説明書が1冊ずつ入ってました。それでは一気に組み立てていきます。はい、完成です。はい、まずは 7173 に J vs ヘビヘビから見ていきましょう。はい、まずはパッケージから見ていきましょう。相変わらずね、立体的な感じしますよね。特にこの紙の部分、すごくこう盛り上がってるように見えるんですけど、こんな感じでね、べったりしてるんですよね。ほんとよくできてると思います。で、この裏側三角形になってますね。この三角形の部分に、パーツとかが入ってるということで、とても特徴的なパッケージだと思います。 J です。かなり特徴的な加工してますよね。上半身パーツ、新パーツになってて、このセットにしかついてません。この青いラインの入り方が珍しいですよね。胸元には忍者GO文字で VS と入ってます。これ前回紹介したカイトゼンにも入ってましたね。同じマークが背中側にも入ってて、こっちにも青いライン入ってますよね。それから足パーツなんですけど、新パーツかどうかわからないんですけど、まあおそらく新パーツじゃないかなと思います。上半身パーツから青いラインが連続してますんで、おそらくそうじゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。あと顔なんですけど、いつもの顔になってますね。キリッとした顔と、もう一つこのね、とぼけたようなある意味で J らしい顔じゃないかなと思います。頭は紙パーツになってますね。これ個人的には結構いいんじゃないかなと思いました。で、持ってる武器なんですけど、これカイトゼンの時も紹介しましたエフェクト付きの武器ですね。1セット丸々同じものが入ってます。黄色というか、ちょっとね、緑がかった黄色みたいな感じになってますね。ちゃんと、鎖とドラゴンの頭がありますんで、ヌンチャクからエフェクトが出てるという感じじゃないかなと思います。ちなみにその武器セット、こんな感じなんですよね。左からコールの釜ですね。カイの剣、J のヌンチャクです。これさっき持ってたやつですね。そしてゼンの手裏剣です。手裏剣は2つで1セットなので、全部で、4つついてることになりますね。で、これで1セットで、それぞれのバトルセットに同じ内容が入ってます。色違いのものが入ってるんですよね。例えばコールであれば、同じヌンチャクでもこんな風に色が違ってます。次にヘビヘビ見ていきましょう。顔の感じからすると、これヒプノブライ族のラットーラみたいな感じに見えるんですよね。ただ色味がもう少しこうグレーな感じでしたし、あとパターンが全然違いますんで、間違えてたらごめんなさい。ちなみに頭、顔、上半身、それからおそらく足も全て、新パーツでこのセットにしかついてないと思いますね。かなりね、模様としては細かいのが入ってるんじゃないかなと思います。で、後ろなんですけど、こんな感じの模様になってますね。後ろも結構ね、細かいプリントになってますよね。次にスピン術用のアイテム見ていきましょう。これすごく短いんですけど、これでも十分にスピン術みたいな動きをさせることができます。先端部分にポッチがありますね。下側にはゴムがついてて、この2つが連動した動きをします。ということで、このポッチ部分にミニフィグ J を立たせましょう。こんな感じですね。これでこのゴム部分を下につけて動かすだけで、こんな感じでスピン術みたいな動きをさせることができます。今 J の両手に武器を持たせてるんですよね。こっちの方がより回転してるなという感じが出るんじゃないかなと思いますんで、これはいろいろやってみてください。で、この時にこうやってね、敵のミニフィグを、置いておけば、スピン術で倒してるようなシーンを作ることができるんじゃないかなと思います。続いて情景セット見ていきましょう。情景セット2つついてます。まずは小さい方から見ていきましょう。奥のこれは竹ですかね。ちょっとよくわかりませんけど、なんか植物みたいな感じじゃないかなと思います。で、これをこうやって倒すことができるんですね。これいいですよね。すごく小さな情景セットなんですけど、こういうギミックがついてるのは嬉しいなと思いました。でこれをさっきのこの J のスピン術の時に使えば、こうやってね倒して遊ぶことができますよね。ちょっとやってあげるとこうやってね起こしたりすることもできるんですね。なかなか面白いんじゃないかなと思います。では大きい方も見ていきましょう。これよくできてますよね。蛇の形に本当によく作られてるなと思います。頭の部分なんですけど、ちゃんとね目が赤くなってますよね。牙もあります。でこの頭をこうやって動かすことができるようになってます。いいですね。で下の方お腹のところも、蛇腹っぽい感じがねよく出てるんじゃないかなと思いました。尻尾の立ち上がり方もいいですよね。でこちら側にはさっきの小さい情景セットについていた竹みたいな植物がついてて、奥の方だけですけどこうやって角度を変えることができるようになってます。で蛇の像の前に茶色い部分でね、ポッチがついてますよね。これがねちょっとよく分かりませんけど、まあなんかの台座みたいな感じかなと思います。貝のセットでもこんな感じのがありましたよね。ということでここに余ってる武器でもこうやって取り付けてはいかがでしょうか。まあ武器じゃなくても、まあお子さんが持ってる宝石とか、そういったものをつけてもいいんじゃないかなと思いました。次に71733コール VS ゴーストのセットを見ていきましょう。まずパッケージなんですけど、コールの場合はそうですね、この辺りですかね。あとこの辺がすごくこう立体的に見えるんじゃないかなと思います。でもねべったりなんですよね。コールです。かっこいいですね。上半身パーツ、あとおそらく足パーツも新パーツでこのセットにしか付いてないんじゃないかなと思います。胸元に VS マークありますね。それと J と同じく背中側にも大きく VS マークが入ってます。で、コールの場合は手がね、オレンジ色になってますよね。これね、あんまりこう手袋感がなくて、エレメントパワーが集中してそうな雰囲気を出してるんで、これはなかなかかっこいいんじゃないかなと思いました。あと顔なんですけど、まあおなじみの顔ですね。このね、キリッとした顔ともう一つ。このねとても優しそうな顔になってます。この顔いいですよね。コールっぽいんじゃないかなと思います。あと手に持ってる武器ですよね。これ分かりますかね。黒ではないんですよね。まあグレーというか黒というかそれがベースにはなってるんですけど、ほんのりとなんか黄色というかオレンジ色みたいな色が入ってます。これがすごく綺麗で独特な色合いになってるんですよね。これねかっこいいなと思いました。ちなみに他の武器こんな感じになってます。いかがでしょうか。ほんのり赤みがかってるというか、オレンジっぽい感じしますよね。まあおそらく狙ってこんな感じにしてるんじゃないかなと思いますんで、まあ、とても綺麗な武器じゃないかなと思いました。次にゴーストの戦士見ていきましょう。上半身パーツ、あと足パーツが新パーツということなんですけど、足パーツはこれ前からねあったような気がします。ただ新パーツになってますんで、おそらくまあ色とか、混ざり具合が違うというような感じですかね。まあ、いずれにしてもねすごく綺麗なパーツじゃないかなと思います。で顔パーツが実はクリアパーツなんですよね。これがねもったいないなと思いました。せっかくクリアパーツを使ってるんであれば、マスクをもう少しね、中がクリアパーツだよと分かるような感じに個人的にはしてほしかったなと思いました。で手に持ってるのはピッチフォークですね。干し草とかを動かしたりする時に使うようなやつなんですけど、これ最近ではあまり見かけないですね。レゴシティでコンバインのセットありましたけど、あれのかかしが持ってたやつが一番最後に紹介したやつかな。ちょっと覚えてませんけど、まあ、それぐらいね珍しいパーツじゃないかなと思いますんで、まあ、こういうのをつけてくれてるのは嬉しいなと思います。続いてスピン術用のパーツ見ていきましょう。全体が真っ黒になっちゃってますね。まあどっかねオレンジ色を入れてくれてもよかったんじゃないかなとちらっと思いました。で仕組みとしてはさっきの J のスピン術用のパーツ他のやつと一緒なので、このポッチの部分にコールを立たせて、あとは下につけて動かすだけですね。しっかりスピン術みたいな動きをさせることができるんじゃないかなと思います。かっこいいですね。それから情景セット見ていきましょう。2つついてますね。1つ目はこれですね。これなんですかね。ちょっとよくわからないんですけど、まあ、おそらくこれはねなんかまあ台というかテーブルみたいなやつでしょうね。グレーのやつはその上に乗ってるこれですよね。なんでこんな色なのかがちょっとよくわからないですね。もしご存知の方いらっしゃったら教えてください。で2つ目の情景セットですね。前に箱がありますよね。で中には卵が入ってます。さっきの、これですね、緑色のソーセージ、これを多分この中に入れるんじゃないかなと思うんですよね。なのでまあなんかご飯を作るシーンがありましたかね、ちょっと覚えてないんですけど、そういうのをもしかしたらイメージしてるのかもしれないですね。で上の方には大きなランタンがついてます。これいいですね。とても大きくてすごく綺麗なクリアパーツが使われてますんで、なかなかいい感じの存在感を放ってるんじゃないかなと思います。ちなみにこの大きなランタンなんですけど、こうやってつける位置を変えられるようになってるんですね。これいいですよね。自分の好きな方につけることができますんで、ぜひやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりクリアのエフェクト付きの武器のパーツ、かっこよかったですよね。で敵キャラも含めて体パーツに新パーツがたくさん使われてましたし、スピン術ごっこもできますんで、かなり遊べるセットなんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は71732が69個、71733が51個です。以上、レゴ忍者GOのバトルセット2セットを紹介しました。なおずを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のなおずマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。